皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。教えて今枝先生シリーズ、今日はディープテックです。それではやっていきましょう。先生、ここで問題です。ディープテックとは？はい、ディープテックとは特定の科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化や社会実装をすることができれば、国や世界全体で解決すべき経済や社会の課題の解決など、社会に大きなインパクトを与えられるような潜在力のある技術のことを意味する言葉です。例えばバイオテクノロジーといった技術が環境保護や医療分野などに広く応用されているように、技術を地球規模の問題の解決へと結びつけるようなイメージです。はい、その通りですが、ではその具体的な特徴は何でしょう？もしかして最近クイズ番組にハマっていたりしますか？正解です。ちょっとお付き合いくださいね。仕方ないですね。ディープテックの特徴でしたよね。まず研究開発の成果の獲得やその事業化、社会実装までに長い時間を要するので、不確実性が高いです。そのため多額の研究や開発の資金も必要になってきます。また事業化、社会実装にあたって既存のビジネスモデルも適用しづらいということも特徴としてあるかと思います。正解です。いくらすごい技術があっても、実際に私たちの社会に落とし込まれるまでにはハードルが高いんですね。これはもしかして国の出番では？その通りです。実際に経済産業省ではディープテックスタートアップ支援事業を進めています。ディープテックスタートアップというのは、既存の産業や社会における巨大かつ根本的な課題の解決を目指すスタートアップのことですね。例えば新しいエネルギーの開発をして、エネルギー問題の解決を目指す会社さんとかですよね。はい、そのディープテックスタートアップが自社の事業の成長や技術の事業化を実現するには、大きな経営資源を有する事業会社と適切に連携することも重要なのです。そこで経済産業省はディープテックスタートアップと事業会社の連携がより円滑に進むように手引きをまとめるなど支援を行っています。また実はマッチングを水面下で行ったり、そういった一つ一つのディープテックスタートアップ企業が成長していけるような、伴走型なんて言いますけれども、一緒に走っている気持ちで支援をするということもやってくれています。知りませんでした。ディープテック領域のスタートアップによる自律的なイノベーション循環の実現に向けて、国も支援を進めていますので、ぜひ注目してみていただきたいと思います。ディープテックは非常に大きな可能性を秘めています。もちろん事業化、社会実装するまで大変困難な道があることは否めませんけれども、その分実装、本当に実現できた時の付加価値というものは非常に大きくあります。我が国の、いや、これまで世界のスタートアップの大きな流れというのは、いわゆるデジタル、SaaS とかですね、 IT の分野が非常に目立ってきたような感覚がある人も多いと思います。 GAFAM と呼ばれるようなアメリカの企業もそうでありますし、 BAT というような中国のいわゆるメガスタートアップ、大きなスタートアップ、こういったものもそうであります。 IT 系であります。確かにこれが非常に多くの付加価値を叩き出し、生産性の向上に大きく寄与している部分もありますが、実はこれらというのはかなり効率化をしているという部分もありまして、既存の産業や既存の雇用を奪って、実は人減らしをして、その分生産性を一人当たりを上げていく、つまりこれパイの全体的な向上には、世界の経済を見た時には大きく寄与しているかというと微妙なところも実はあるのであります。もちろん新しい価値を生み出している SaaS や IT 企業も数多くありますから、一概には言えませんけれども、ディープテックはそういったいわゆる効率化をする代わりに雇用を縮減していく、パイは同じでパイを奪っていく、こういった側面があるのとは違って、付加価値を丸ごと生み出していく、それによって雇用も所得も賃金も、そして全体の経済のパイを大きくしていく、こういったところにも大きく寄与できますので、このディープテックによる経済成長、
ディープテックスタートアップによる大きな経済成長というものを狙っていく大きな可能性をみんな若い人たちと一緒に作っていきたいな、こんな風にも思っています。これからも教えて今井田先生シリーズでは、経済、産業、そして新しい未来を作るような新しい技術やイノベーションなどなどに対して、皆さんの注目のキーワードについて解説をしていきたいというふうに思っています。そして同時に僕はこれ、若い皆さんに特に一緒に未来を作っていく仲間として、例えば新しい技術を盛り上げていく、実際に社会実装していくには、皆さんと共に手を携え合いながら機運を高めていったり、実際に政府にもそんな思いを伝えていく、そういった仲間同士としてぜひ歩んでほしいな、そんな思いもあるもんですから、そんなことも少し伝えてしまうかもしれませんが、どうかご容赦ください。最後にぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。